松下洸平沼がバージョンアップ放課後カルテ癒し系じゃないのにヌるル新坂市と丁寧に描く子供たちの物語で秋ドラマの筆頭に松下洸平37主演の連続ドラマ放課後カルテ日本テレビ系土曜午後10時の第2話が10月19日に放送される12日放送の第1話は配信サービス TVer のいいねが3.5万 お気に入り登録数も63万超え、共に10月19日17時現在して、好調発信となった。同ドラマは、日清眉子の同名コミックが原作。東玉第八小学校の小2回、牧野春、松下が、その鋭い観察眼で児童の言葉にできない SOS を見抜き、未来へと背中を押す姿を描いていくヒューマンドラマ。松下演じる、 ぶっきらぼうな保健室の怖い先生こと牧野に注目が集まっている。第1話は、産休に入った前任の養護教諭に代わり、医師を学校に常駐させるという新たな試みで、学校医として赴任してきた牧野。二学期の始業式で挨拶に立った牧野は、物っ面ずらで、保健室にはなるべく来ないでもらいたい、と言い放ち、児童たちも六年二組の担任、篠谷、 森川葵二29もアゼントする。その日、いつものように保健室にやってきた6年2組の野崎由紀増田理沙授業中にもよく居眠りをしてしまう由紀は、保健室で寝る時間が心のオアシスだったが、勝手に寝るな、と牧野に言われてしまう。一方、同じ組の笹本拓馬中吾は、秘密基地を発見したと裏山の立ち入り禁止エリアに入るが、 突然倒れてしまい、という展開。牧野は、雪をナルコレプシー、タクマをつつがむ病だと見抜く。X、旧ツイッター上では、ふわふわ笑顔の優しい青年演じること多かった松下光平が、牧野先生みたいな不愛想学校にめちゃくちゃ新鮮なはずなのに、似合いすぎ、松下光平くんが原作の牧野先生にぴったりなど。 松下に賞賛の声が集まっている。